では皆様お集まりいただきましてありがとうございます。国民の生活が第一の来る衆議院総選挙におきまして、第2次、公認候補者の発表を小沢代表よりさせていただきます。はい、それでは申し上げます。あのメモは皆さんに お配りします。北出美香、北海道八区、山内隆、山内かな、隆、青森三区、佐藤直美、岩手三区、横田正人、宮城一区、斉藤康則、宮城二区、松浦健、埼玉九区、内山明、千葉七区、川上光江、千葉九区、中門敦、千葉十二区、東正造、東京十五区、渡辺浩一郎、東京十九区、内山浩、新潟一区、三浦茂雄、茂木、長野四区、小林正恵、静岡四区、日吉裕太、静岡六区、太田新平、静岡八区、井桁誠、愛知九区、豊田純太郎、京都四区、三橋真紀、兵庫三区、小谷学、福岡二区、末次誠一、長崎四区、以上21名でございます。いずれまた選挙前に第3次の公認候補を発表いたしたいと思います。はい、それでは、はい、選挙の件につきまして、質問のある方は挙手の上よろしくお願いいたします。それではどうぞ。フリーのジャーナリストの田中隆作と申します。選挙はですね、女性を敵に回すと負けると言われています、過去の消費税選挙がそうでした。で、特にですね、今回子を持つ母親たちを激怒させた、あの原発を作りまくった自民党がですね、マスコミが書いてるように勝てるほど、書いてるほどは僕は勝てないと思うんです。で、なぜそういうことを言うかとですね、せめてのリトアニアで、原発の是非をと国民投票がありまして、私取材行ってきたんですが、その時それでものを言ったのがですね、サイレントマジョリティ、女性のサイレントマジョリティでした。だからこれは世論調査に現れないんです。ですので、この、御党としては今回の女性票への働きかけはどういたす戦略でしょうか。主権者に対する選挙民に対する直接的な働きかけ、呼びかけというのは候補者がまず第一義的にはやりますので、私どもは各党の中で最も女性議員の比率が高い、政党でございます。今回の公認候補も今言ったように第3次もう一回発表させていただきますが、女性の比率が相当高くなっていると思います。まあ、そういう面でまず女性の皆さんにもご理解をいただきたいと、そのように思っております。またいろんなメディアの媒体を通じまして、女性のに関する政策的な主張を強く打ち出していきたいと、そのように思っております。はい、どうぞお願いします。ニコニコ動画の七尾です。よろしくお願いします。先ほどですね、亀井静香議員と山田雅彦議員がですね、反 TPP を立ち上げました。まあ、時間的制約がある中でですね、他党との連携可能性についてお聞かせください。
本当に日本の国、日本の社会を統治の機構や行政の機構を変えることによって、新しい新生日本を作り出そうという志と目標を持っている人たちとはどなたであれ、力を合わせて総選挙に臨みたいと思っております。今まだその亀井さんと山田さん、はい、山田さんです。今先ほどそうなんですか。その話は具体的に聞いてませんので、分かりませんけれども、同じような目標であるとするならば、共闘することも可能だろうと思っております。どうぞ。はい、ありがとうございます。岩上です。今の質問に関連するような質問であるんですけれども、亀井さん、山田さんのこの反 TPP というのが略称なんだそうですけれども、国民の生活に対して似たような感じがしますが、今後の党だけでなく、これまでもオリーブ抜き連合あるいは国民連合ということを言われてきました。他の党、社民党であるとか、それから緑の風であるとか、そうした政党と具体的な選挙区の調整であるとか、選挙協力であるとか、何らかの形で一体となってまとまっていくようなですね、一つの局作りといいますか、そこを具体的にですね、もう選挙が近いと思いますので、はい、戦術戦略、終わりであったり進んでいるようであったら教えていただきます。はい、維新の会と石原さんの太陽の党か合併して日本維新の会という政党を立ち上げたようでありますけれども、よく直接話をしておりませんので、正確かどうか分かりませんが、マスコミの報道するところによりますと、原発あるいは消費税等についてはちょっと私どもとお考え方が違う方向に行っているように、聞こえてきます。ですから我々としては国民の本当に多数の皆さんがやはり原発は望ましくないというふうに思っておられると思いますし、今消費大増税をする時ではないと、命と暮らしに関わるこの2つの問題は非常に大きな国民の関心事であると同時に、政治の上でも大きなことであり、決して小さな違いではないと思っておりますので、その意味で、原発消費税、もちろん TPP の話もありますけれども、この大きなテーマについて共有できるグループあるいは個人の皆さんと協力関係を進めたいと思います。具体的にはまだ分かりません。今やっておりますし、このこと内々の話をこの会見で言ったんじゃ意味ないんだけどもできるだけそういう体制が取れるように鋭意進めておりまして、少なくても選挙がどんどん近くなりますとね、そういうこともやってられませんけれども、今週来週いっぱいはそういう連携がの道を探っていきたいと思っています。その他ございますでしょうか。じゃあどうぞ。どうぞ。岩手日報の神田と申します。
次の第三次公認はいつ頃までにという何か例えば週内とか目安がございましたら教えていただきたい。第三次ね。第三次、はい、すみません。それと、まあ、その時に岩手一区を、まあ、それを読みと目指すのかという意見を教えてください。物理的に二宿三宿が土日かな。そうだね、確かね。12か土日は。12か。うん。物理的にその30日が金、そうすると金曜日かということでありますので、今月いっぱいには あと3日4日しかなくなっちゃいますので、候補者を決定したいと思ってます。はい、その他ございますでしょうか。ではどうぞ。市民ネットメディアワイワイニュース山崎です。先週の木曜日ですね、党首討論ということで自民党の安倍総裁と総裁と野田首相の、党首討論がありました。でその場でですね、野田首相が突然、まあ、クーデター的に11月16日の解散ということで安倍総理に、まあ、呼びかけたと。で首相はですね16日解散しましょうということに対して安倍総理は解散が16日ですね、解散16日にすると、かなり勘違いして、安倍さんは答えたということで、選挙ですね、選挙は16日でするということで、安倍さんは12月16日選挙というふうに、首相は解散が11月16日なのに、安倍さんは12月16日選挙だというふうに完全に勘違いして、彼は答えてたんですけど、でまあ、私の印象としては安倍総理はその首相討論に向かうですね国会の廊下でもニコニコしてたんですよね。ということはおそらく野田首相は事前にですね安倍総理に、11月16日解散、12月16日総選挙という情報をですね、まあ、リークしてたんじゃないかという印象を私は持つんで、あるいは多くの国民がそのことを気がついてネット上で、まあ、言ってるんですけど、その次の晩で、小沢代表はすぐそばにいらっしゃったと思うんですけど、その辺を お気づきになったかどうかちょっとお聞きしたいということです。なんかちょっと奇妙な不自然なやり取りでしたね。ですから何なのかなと思って、おりましたけれども、まあこうなってみるとやはり、まあ事前に、通じていたとは思いたくないですけれども、お互いに、大体の気持ちが分かっておって、ああいう会話になったのかなという気も今終わってみればしますけれども、ちょっとあの時点では僕も不可解な会話でしたね。はい、次ございますでしょうか。どうぞ。日本経済新聞の田島と申します。このリストの中でですね、内山明さんが二次公認候補に入っているんですけれども、先週末の時点でですね、絆が回答して生活への合流を決めた際に、内山代表は無所属政治活動をするという発表だったので、そう理解していたんですけれども、今回、この二次公認の中にですね、内山さんの名前が入っている、その経緯をちょっと教えてもらえますでしょうか。僕も最初そう理解してたんですけれども、あれから間もなくやはり一緒にやりたいということに、彼の方から言ってまいりました。もともと一緒のグループでしたので、皆さんがいいということであればいいよということにしたんですが、
その短時間でのいろいろな経過についてはよく僕も分かりません。ございますでしょうか。どうぞ。はい、次最後の質問に、もう一方でさせていただきます。NHK の小石と申します。よろしくお願いします。当初生活としては今度の衆議院選の候補者の擁立100人程度を目指しているという話でしたが、現段階でその次回の3次公認までで何人を擁立しようと考えているのかというのが1点です。であと単独比例の候補者の擁立についての考えも合わせて。はい、小選挙区のことだけで今、やってましたけれども、三次公認で、今になって、志願者も結構いっぱい来てますんで、ただ直接やっぱり会って話しないと書類だけで、決めるってわけにもいかないんで、そこちょっと手間取っておりますけれども、現時点において、三次公認で、70人を超えることになるだろうと思っております。これでこれからまたどれだけの応募者があるか分かりませんけれども、現時点では本人と直接会って、決められる数字というのはそういうことであります。それから単純比例につきましても、できればブロック別ぐらいに一人二人の単純比例の候補者は擁立しなければいけないかなと思っております。はい、では最後の女性の方。テレビ朝日の藤川美奈代と申します。金融政策についてお尋ねしたいと思います。デフレ脱却のために日銀にさらなる金融緩和を求める声が自民党安倍総裁をはじめ各党から出ていますけれども、この点についてはどのようにお考えになりますでしょうか。私は金融政策の果たす役割、その余地というのはもうほとんど可能な限りやってますから、非常に狭められていると思います。ですから一部には国債をみんな日銀で買い入れろなんていう、ちょっと僕から言わせれば暴論ですけれども、そういう声も出てくると。これは日銀が直接買い入れるなんていうことはですね、いわゆる戦争とかそういった時の非常時の時にはありますけれども、これをやったらもう際限もない話になってしまうので、安易な日銀の国債引き受け金融緩和といってもそういうところまでやるというのは私はどうかと思ってます。しかしそう言いながらも事実上はですね、新発債でやってないけれども一旦市場を通して日銀が買い入れるということをやってますから、ある意味で僕はルールを回り道をして、なんつうんですか、表向きだけ回避している形になっておりますけれどもと思いますが、まあまあそこまでが限界ではないかと。直接日銀がどんどんいくらでも買い入れるって話になったんじゃ、これは歯止めが効きませんし、まだ日本経済はそんなことまでしてやらなくてはならないところではない。他にもっともっとやることが私はあると、そのように信じています。では日銀法改正については反対ということでよろしいでしょうか。どの意味の中身によるは、ね、そのだから無限というか無制限に買い入れるというようなことは今言ったように、これは非常時のほとんど戦争の時の話ですから、そういうことを日本が今やるのは適当でないと思います。他に考えればもっともっと私は有効な手段があると思っております。はい、それでは、以上をもちまして、小沢代表の国民の生活が第一、小沢代表の会見を終わらせていただきます。はい、どうもありがとう。